寒い寒い。早く戻ってこないかな。うるせえよ水月、黙ってじっとしてろ。カリン、そういう君だってさっきから世話しないよね。これはあれだ、暇だから運動してるだけだ。運動って。しかし遅いね。あいつまさか僕たちを置いて帰っちゃったんじゃないだろうね。それはないだろう。ここで俺たちを置いていく利点が奴にあると思えない。っていうか姿形があれだけ怪しいのも珍しいよね。馬鹿正直についてきてよかったのかな。ねえサスケ。五影会談。ああ、五影が一堂に集う会合が鉄の国で開かれる。で、その情報が俺にとって何の得になる。団蔵、その参加者のうちの一人がお前の兄イタチを陥れた首謀者の一人。もっとも今では六代目火影を名乗っているらしいが。団蔵。サスケ、鉄の国に向かうというのなら案内役をくれてやろう。ゼツ。なに。サスケを五影階段の場まで案内してやれ。了解。戻ってきたようだ。いやあ、ごめんごめん、ちょっと遅れたかな。ちょっとじゃねえよ、おかげで凍え死ぬところだっただろうが、バカ野郎。あ、やっぱり寒かったんだ。ほぉ。それで、どうだった。さすが五影階段の会場だね。なかなかの警備だったよ。え、それじゃあ会場に侵入するなんて無理なんじゃないの。いや、どんなに強固な壁も必ず穴はあるものさ。ついてきな、裏口まで案内するからさ。行くぞ。さすが。ここに雷掛けがいるんだな。ああ、ここまで来ればもうすぐだ。おし。だるい。ああ、出てこい。そこにいるのは分かっている。こいつら、木の葉の。それにあの覆面、あいつ畑かかしっすよボス。分かっとる。お前たち、これから五影階段があると知っての行動か。それを承知の上で今日はお願いがあってきました。願いだと。サスケを、内川サスケを始末するのをやめてもらいてんだ。何よ、君は。むちゃくちゃ言ってんのは分かってる。でも俺はそう言うしかねえから。サスケは友達だ。友達が殺されるってのにじっとなんかしてらんねえよ。それにサスケが元で木の葉と雲が殺し合うのは嫌だから、そっちの仲間にも復讐はさせたくねえんだ。お願いだってばよ。もう復讐で殺し合うようなことはしたくねえんだ。何を願うかと思えば、なぜわしがサスケの始末をやめねばならん。奴はこの世界にとってゴミのようなものだぞ。奴の行いが雲隠れに混乱を与えた。それは今世界に飛び火しようとしている。
サスケの存在は忍びという範疇から抜けた悪そのもの。悪をこの世にのさばらすわけにはいかん。わしたちは世界にとって不要なものを排除しようとしているだけだ。貴様に止める権利などない。サスケはゴミじゃねえ。ナルト、不要なもんでもねえし悪でもねえ。あいつは俺にとって大切な存在だ。あれを大切な存在だとは、お前も随分と愚かな奴だ。俺のことはどう言ってもいいけど、サスケの悪口は言うんじゃねえ。この世の断りを知らんガキが何を言っても無駄だ。この世にとって不要な存在であり、世をかき乱す悪、それがうちはサスケ。戦闘開始。その内閣を前に拳を握った後悔する。この程度でわしに挑んだのか。バカな奴を。ああ、やった。お前の力はそんなものか。てめえなんかにやらせねえ。これしきの力でわしに拳を向けたのか。やはり運動にもならん。さすがは雷影、完全に手を抜いてやれか。拳を振り回せば全てが思い通りになると思ったか。その行動こそただのアホそのもの。世の断りを知らぬただのガキの考えに過ぎん。今の己が何をすべきかもっと考えろ。バカのままやり通せるほど忍びの世界は甘くない。そこまでだ。雷影様、数々のご無礼申し訳ございません。これは上司である俺の責任、どのような処罰も受ける所存です。わし相手におじけづかなかった。その息の良さに免じて今回だけは目をつぶってやる。雷影様の寛大な処置だ。甘んじて受けるがいい。お心遣い感謝します。くっそ。どうした。いや、さっきのやつあれからどうすんのかと思ってな。だるい。今はこれからの会談について考える方が賢明だぞ。何かあっては問題なんだからな。ああ、そりゃ分かってっけどさ。先輩、これからどうします。そうだな、嘆願も通らずこれからのことも決まらないならば、俺の話でも聞いてみてはどうだ。てめえは暁。こうして会うのは初めてだったかな。その仮面は暁を操ってんの。面をした男だって四代目が教えてくれた。お前が暁を操る黒幕、あの内葉マダラだというのか。ほう、そこまで知っているとは。これは少々驚いたぞ。四代目が教えてくれたんだ。一番悪いのはお前だってな。